はい、皆さんおはようございました。ごまきのマッキーです。はい、というわけで今回は赤坂に来てます。はい、赤坂はですね、新しいサウナが続々とできてまして、サウナ激戦区になりつつあるっていう感じなんですけれども、今回はですね、サウナイベントが行われるということで、今回は赤坂サウナ祭りに行ってみたいと思います。何やらサウナカーとかサウナバス、サバスとかがね来ているみたいなんですよ。いつもは入ることができないユニークなサウナがね集まっているということで、いやこれはめちゃくちゃ楽しみですよ。はい、それでは早速赤坂サカス向かいましょうか。僕はですね、空いている方がいいなと思ったので、平日の16時の回を予約しました。はい、土日祝日には熱波師さんを呼んでアンフグースも行われるみたいです。そちらもねめちゃくちゃ楽しみですよね。いやー、どんな感じなんですかね。めちゃくちゃワクワクしますね。はい、来ましたね会場。いや、あそこでしょ、あのバスがもうサバスですよね、あれ。うわー、あれもうサウナエリアみたいになってんだな。めちゃくちゃ楽しそう。まさかサウナ祭り、いやーこれは楽しいでしょう。さあ、それでは入りますか。行きましょう。ガウンに着替えたんで、サウナエリア行きましょうか。全体はこんな感じですね。いやーすごいね、このサウナエリア。ではでは早速サウナバスから行ってみたいと思います。サバス乗り場、いやーユニークだなこれは。すげえ、マジでバスやん。普通にバスだった。あとボタンがまさかの次止まりますでしたね。次止まりますボタンがロウリュウっていうね、あれは面白いでしょう。いやー楽しいね。
香り、薪のパチパチ音、ロウリュ、最高。ここで体を冷やします。アイスルーム、どうなんだろう、マイナス30度とか言ってる。はい、最後ですね、このテントサウナラスト。あ、すいません、これ下段だけにしようか。そうですね、ちょっと上危ないんですが、そちらのこっちの上は大丈夫。わかりました、はい。これもロウリュできるんですか。これはね、ちょこちょこスタッフがロウリュをしに来ます。なるほど、はい。Thank you.
はい、というわけで全サウナ制覇しました。いやめちゃめちゃ楽しかった。風強い。さあ、じゃあ着替えますか。赤坂サウナ祭りありがとう。サバース最高。はい、というわけでせっかくなんでサバースの目の前でお話ししようかなと思います。いやー、このいつもとは違ったこのサウナ、ワクワクするようなサウナでしたね。本当にサバースもサウナカーもテントサウナもあとトレーラーもね、すごかったですね。いやー、本当に楽しかった。強いて言うならサウナカーがですね、収容人数 3,4 人ぐらいなんで、タイミングによってはこの街がね発生してしまうんですよ。そうするとこの外なんでもう野ざらしっていう感じでちょっと寒いです。まあそこはね、あのタイミングを見計らってというか、あの混まない時間帯とかを、見計らう必要があるのかなと思います。まあそれはちょっと頭の片隅にでも入れておくといいかもしれません。はい、というわけで今回は赤坂サウナ祭りを思う存分堪能させていただきました。概要欄にリンクを貼っておくので気になった方はぜひチェックしてみてください。ぜひサバス乗ってみてください。というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。